保険入るやつビビリ、どうもこうです。中高一貫のやつ卒アルおもんない、どうも最高です。本日の企画なんですけど、中高一貫から、京都大学に来るやつ実家どんぐらい太いのか検証してみた。確かにね、周りに太いやつ結構多いよね。あの SK といい、池田素人といい、剣屋とかね、うん、太いね、その辺で。だったらどんぐらい太いのかっていうのを、まあそのほんまにちょっと具体的に調べちゃおうかなっていう。はいはいはい。まあ100人ぐらい集めたら、まあそれなりの、ちゃんとした信用できるデータになるんじゃないかなと思ってますので。ちなみにお前は太いんち、極細極細からのそのハングリー選手じゃない話になってくる。お前んちはどんぐらいの。まあ実家、俺の実家はまあ硬いな公務員やから、公務員やから硬いな正直。どんぐらいだと思う、平均年収どんぐらいになると思う。1000いったらだいぶすごいよ、ね、正直1000いったら正直やばいよ。1000ってなんかこいつの家しろのせいでなんか当たり前みたいになってるけど、1000はだいぶやばい、だいぶやばい正直だいぶやばい。平均が400、500とかとか、そうやね、うん、一緒の実感のせいで平均狂っちゃった俺らもだって多分3人の世帯平均年収出したら8億とかやもん1人で平均はだから当てにならんねん。平均で当てにならへんもん、うん、ちょっとまあ調べていこうか。リッチン、あの今中高一貫出身の人がどんぐらい実家というか今検証してるんですけど、はい、あのどちらの私立出身ですかね。東京の国学院久我山高校出身です。あのサッカーに強いところですよね、はいはい、あの親の職業を聞かせてもらっていいですか。親の職業、なんか不動産の都市開発系の会社の、はい、役員。あ、役員、はい、どんぐらいですか、その役員にいても地位で言ったら。社長、副社長、お父さんナンバー3ね。ナンバー3なんや、はいはい。世帯年収とかはいくらぐらいやったり。世帯年収、まあでもちょっといくらかは聞いたことないんですけど、一応税金で半分以上持ってかれてるっていう。ああ、累進課税の一番上累進課税の一番上のじゃあ後でちょっと詳細だけ僕に送っといて。わかりました、はい。あの今ちゃんと世の中のためにしっかりと調査してるんで、はい、はい。何かその実家太かったエピソードとかあったりしますか。これ実家っていうかもう一個おじいちゃんの話なんですけど、はい、おばあちゃんがおじいちゃんに内緒で馬を勝手に買っちゃって、もう5000万ぐらい、はいはいはい、で2ヶ月ぐらいで死んじゃったっていうエピソードはありますね。見る目がなかったんですね。そうですね。でおじいちゃん知らなくて5000万なくなってるのみたいな感じでしたね。じゃあおばあちゃんにあのニート袋チキンを見るようにと今中高一貫から京大に来た人の実家がどんぐらい太いかっていうのを今検証してて、はい、あのどちらの高校出身ですか。私立武蔵高校です。あの SK と一緒の、はい、SK さんと一緒で、あとあの浪人してた時の塾も一緒でした。それいらん全然ちゃうなあの親御さんの職業とかは、親はもう普通に会社員ですね。あ、ちょっと大企業とかでも、あ、まあちょっと大企業、ちょっと大企業なんや、はい。世帯年収を聞いてて、はい、大体人でいくらぐらいとか分かったりしますか。まあ、そうでも4桁万はまあ一応超えてはいる。太いや太くない感じ出すなよちゃんと太い、ちゃんと太いね。どこの高校出身ですか。はい、大阪聖光学院です。あの、おやおいおいおい、親御さんの職業は、父親が、経営者をやらせていただいてて、母親は、まあ、専業主婦をしております。経営者ということで年商はいくらぐらいになるんですか。年商ですか、まあ、多分ざっと聞いた話によると200億ぐらいになってます大谷に行ける大谷にか。じゃあ今はそのお父様のその仕事を社長を継ぐってことで何か取り組んでたりするんですかね。まあ特にそれはなくて、まあ、今はその底辺 YouTuber の裏方をやって、まあのんなり暮らしてるって感じですかね。はい、ありがとうございます頑張ってください。はい、あの今聞いてるのが、はい、中高一貫のやつの実家どんぐらい太いんかっていうのを、はい、その世の中の人に向けてちょっと検証してて、はい、どこの私立出身なんですか。神奈川県にある浅野中学校、うん、ああはいはいはい、はいはい、親の職業なんなん。職業は両親医者です。うわぁあ、じゃあ、すごくです。学部とすか、自分で言われた。できる。お前、太そうな身なりしてない。でも、最高。かわいい1回生あ、1回生。大体、何歩ぐらいか、年収。
世帯年収俺は聞いてる。え、ちょっとわかんないんですだいたい3000、4000はありそうやん。あ、それぐらいはそれぐらいは全然入ってるはずです、はい、4000万にしようかってことで、うん、お願いします。なんかやばいやばいやばい、これやばいやつだちょ、お前お前これやばいな、あんまり昔、なんか、はい、その実家太いエピソードみたいなあったりする。あれですね、なんか共働きなん で、うん、で別の病院勤めてるんで、うん、車が両親と思っててみたいなんですけど、うん、そんなに大きい病院じゃないんですけど、うん、駐車場裏とか見るとうちの父親のポルシェが止まってたりして、うわーおやポルシェポルシェと何ポルシェと BMW です。うわー太っ身なり細っ今中高一貫校出身の兄弟生にどんだけ実家太いかっていうのを検証してて、やっぱお前カメラの目が似合うな、どこがやねん出身校は聞いてもいいですか。出身校は紅葉学院中学校高等学校、はいはい、中高一貫から兄弟です。親は何をやられてる方ですか。親は不動産の経営者をしてます。おお太いね、どこやねこれ太いからするね、うん、そのアバウトでいいんで、あの世帯年収とか教えてもらっていいですか。まあ、ぐらいじゃないですかね。服装をちょっと写しちゃって、うん、今4年生ですよね。今4年生、うん、この T シャツとかこれとかこれとか、うん、これ高い、あんま触らないよ東海オンエア、りょうくんが履いてるこれ伸び伸び今総額何円ぐらい、この大学のダルギで10万円ぐらいそれはもちろん親の金で、そうありがたながら実家太いエピとかあったりする。キャンパスが桂に移ったんですけど、はいはいはい、まあ、そのために車を買ってもらったっていうのは、まあ、結構太いエピソードかなっていう。ちなみにどこの会社の。最近買ってもらったらアウディを買ってもらいましたアウディを一人暮らしに買ってもらう俺が乗ってるチャリがこれです6年目ですあれで桂まで行きます行けるか。あの今中高一貫から巨大に来た人の実家どんぐらい太いかっていうのを今検証してて、はい、あのどちらの高校出身ですか。兵庫県にある紅葉学院中学校高等学校です。はい、あの親御さんはどういった職業をしてますか。親はあのガスに勤めてますね。おー一部上場のはいそうですねアバートでいいんで、はい、世帯年収の方お伺いしてもいいですか。世帯年収もだいたい1000万円ぐらいですね。ああ太い太い太いなんかちょっと太いエピソードとかあったりします。太いエピソードですか。家西宮、芦屋寄りの西宮にあるんですけどいやそれ西宮それ西宮って西宮かっこつけんのよ、うん、西宮あるんですけど、うん、甲子園とかは結構見に行ってますね今中高一貫出身の兄弟生にちょっと実家太いかちょっとアンケートしてて、はい、ちなみに出身校はどこですか。大阪聖光学院です。はいはいはい。親はどんな仕事をされてますか。父親はサラリーマンで母親は専業主婦です。ちなみにその世帯年収とかは。いや多分700万ぐらいです。あ、ありがとうございましたいやいやいや、もっとおったのちょっと平均よりちょっと上が来たから、まあ、確かにね金太の切り上げちょっと聞いたらエピソード、まあ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 、ご両親とのエピソードとかこんな聞いてる実家のエピソード聞いてる家族の思い出聞いてるのいっぱいあるかなと思ってで今中高一貫校出身の兄弟生にあの実家の太さ聞いてて、うんうん、ちなみにどこの学校出身ですか。私立大阪聖光学院ですね。親のご職業は。まあ町工場やってるんですけど親が、はい、まあ、2代目の社長をやってますね。大体の世帯年収とか聞いてもいいですか。知らんけどなんもないやろな。まあ1000は絶対あるやろなっていうくらいは絶対、うん、もっと超えてんちゃうかなって感じですね、はいはい、親の実家太いエピソードみたいなありますか。実家太いエピソード、まあ、車は、まあ、車検が来るたびに買い替えてるなお父さんは。おでまあ大体会社うい体型が太いエピソードとかおいいじんな痩せようと努力はしてる。今さら世の中のためならんから太いやつがついていくからセンサーいきます。中高一貫私立の通ってた兄弟生が実家太いのかっていうのを調べてるんですけど、はい、実家太いですか。実家太いですね、はい、じゃあその親御さんの職業とか教えてもらっていいですか。
そうですね、おじいちゃんおばあちゃんは亀岡牛耳ってますね。牛耳ってる牛耳ってます。権力者ということで。そうですね、権力者、花火大会とかやっちゃったりします。はい、じゃあズバリその年収ってどのぐらいですか。あ、年収はそうですね、京都大学僕が無職で300年通えるぐらいですね。300年、はい、ではあ、はい、実家太いということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。リッチン、はい、あとは残りはちょっと電話とか LINE とかで聞いてね、しっかりこのホワイトボードも新調したんでしっかりとした調査をしていこうかなと。はい、よいしょ、よいしょ。あと引っ越しセンターでとりあえず100人集めろよ。あの、1人30人集めたら終わり、終わっていいよ、帰っていいよ。ブラックやん、そのやり口。どれも単純に一人一人30人集めた。はい、とりあえず休憩。おい、元気？元気です。お前って実家太い？どうしてもやねん。実家太いお前って。あ、結構そうです。結構そうです。おい、ワンコールで出ろや。怖っ。後輩には座ってやった、そういう感じなんや。急に世帯年収と親の職がやばい。マルチすぎる。マルチすぎる。マルチの仙台語学リストみたいなの作ってるみたいな思われるって。立つ並みを取る。お前、お前、匿名やって。ほぼ個人特定されるだろ。ちょ、マジでもっと集めよう。感謝の巡り。感謝の巡り。立つ並み。怖っ。怖っ。感謝したのか。感謝じゃねえし。おい、もしもし。親ってさ、職業何してる？キャバって何？キャバ、キャバ、キャバ。そんなことある？お前の中にキャバなわけないやろ。公開される？いや、公開されへん、匿名やから。あ、ガチキャバ、ガチキャバ。絶対タイプやん。ガチキャバ、ガチキャバ、ガチ、元だ、元。おとん何してんの？ホスト。マジ？マジか、めっちゃおらいやん。キャバにホストで通ってて、うん、デキコンが俺。え、そうなん？せやで。え、梅のいる。梅のもちょうだい。両親公務員で、うん、職場恋愛で、うん、お母さんから誘ったらしい。 そうそこいらん、そこいらん。そ、恋愛形態いらんから。ちょー、もう友達はあって聞ける友達もつかないしな、この話題。前ってさ、親の仕事何やったっけ、うん、お父さん。ああ、バスの運転、あ、じゃあトラックの運転手してると。あ、間違えた。それ俺の友達やったわ。というわけなかった。プライベートだったらお答えしませんよ。ちょっとやぞ、みんな。よっしゃー、はい、よし、来ました。うん、あとで消しをやっといて。え、大まかなカテゴライズと、職業の経営者と会社員とかのカテゴライズと、平均年収と中央値。素晴らしいコンディションになりました。やれやれ。じゃあ頼むぞ、お前ら。システム変えたか、さすがに。莫大な時間をかけて、100人当てました。うわ、結構やっぱ高いね、やっぱり。いや、すごかったね。平気で高い。これはね、アダル出身の製薬会社、製薬会社勤務で、お父さんは元ナンパ師ということで。え、ナンパ師、ラサール、うん、宣教師らしい。ラサールやから多分それで入れられたんちゃう。ああ、本日は150万とか言ってたねんけど、うん、絶対脱税してる。なるほどね。
市長とか気になるわ。智弁和歌山の子やねんけど、うん、帽子の市長らしいっす。ほんまに1500万、麻生部活動費とか入れたらあるな、ポケット入れてるかもしれない。あるよ、賄賂とか絶対あるよ。そこまでまあ分からんよ、うん、そこは。これ東大寺のおとんが和尚、和尚まあアンテナ脱税ですね。宗教法人よね。脱税じゃない、脱税ではない。女子学院の女の子のお父さんがメガバンク所職員ということで、会社員ということで、元ミッキーさんの元内定先あのマルチやってた先輩 で西山本の、お父さんが JR の運転手で800万なんやけど近鉄で通勤してる。絶対 JR で通勤した方がいいけどね。ただやろうし多分。でこれ最後ね、武蔵、父デザイン会社経営、母画家。なんか聞いたことある。これ SK の家だな。ラストやっぱ SK。まあ実家太いね。でもちょっとなんかその視聴者のところでは、その年収かかんどいてくれ、世帯年収かかんどいてくれって言われたから、はてなはてなしないけど、結構マジでやっぱ稼いでたって感じで100人集めました。今度これを集計して、出しましょうか。はい、おい、平均年収、うん、1405万円。高すぎる。中央値は1000万円ちょうどです。おお。え、さすがにこれもう池田のやつとか抜いてんの、さすがに。あ、そう、池田抜いてます。池田家は抜いてる、ね、すいません、うん、はいはい。じゃあ中高一貫の出身の兄弟生はこんだけ実家太いと。実家太すぎるわ、うん、お金持ってる親がちゃんとした中高一貫私立に入れて、うん、ちゃんといい大学行かせるっていう、まあ、社会の縮図、うん。池田はどう思うん、この結果見て。そうね、まあなんか大学入ってやっぱり中高一貫はこんだけその年収が高い人が集まってるっていうので、やっぱりその価値観とかも当たり前とかもあるから、やっぱ大学入ってそこが違う人と触れ合うことで、まあいろんな見方ができるのかなって思います。低いなと思ったって言えばよかったな。確かにね。どういうこと。